皆さんこんにちは。今回もクリア後の世界を旅していきますよ。ひとまず、ニッチもサッチもいかなくなってきたので、100レベルにしました。ということでまずは、スピアーマスターから始末していきたいと思います。これで手も足も出なかったら、しばき倒すからなくそげー振りがこらー。さて、このゲームをやってて思ったのは、レベル上げが、非常に面倒だということですね。花田の洞窟で、ひたすらラッキーを連鎖してレベル上げをしたんですが、まあまあ苦痛でした。他のシリーズで四天王をぶっ倒してレベル100にするのと、時間自体は変わらないか、下手すればプカ食いの方が早く終わってるような感じなんですが、なんというか、苦痛でした。次回作のレッツゴースピアー、もしくはソード&シールド&スピアーで、改善されてるといいですね。お、先手が取れるようになってますね。これは嬉しい。ダメージも、まあまあ通るじゃないか。100レベルにすれば、まあまあ戦えるという感じですね。今回の戦いは負けですが、これは普通に、勝てる範囲だと思います。一回バチコリと頭突きでひるませて、激凛で2回殴って終わりって感じですかね。ここはそこまで、祈る必要もないという感じですね。とりあえずレベルを上げて物理で殴れば、どうということはない相手ですね。ということで、今言った方法で、戦っていきますよ。以前までのどうしようもないという絶望感が全くないので、精神的にも余裕がありますね。ひるみの 30% を引くだけで、勝てるわけですからね。3割程度では、祈る必要もないです。はい、お湯。あとは激凛で殴って、おしまいです。マスタートレーナーくん、100レベルにすれば、意外といけるバランスになっているみたいですね。さて、残りの時間は、レッド戦になります。100レベルになったことで、火力の底上げもされていますし、今回のスピアーマスター戦のように、状況が良くなっていることを期待したいですね。ということでスピアーマスター、突破です。長く続いたスピアーマスターとの戦闘も、ようやく終わりました。私の年収低すぎみたいなノリで言ってくんなや。えへへー。さあレッドよ、スピアーマスターのこの私が、お前の相手になってやろうではないか。スピアーマスターを名乗れるようになったので、自信がついてきました。今ならきっと、レッドを倒せるはず。これは厳しいですねー。死の物言ってられなくなったので、銀の王冠で、攻撃の個体値を、V にしたいと思います。100レベルにしたところで、あんまり状況が変わってないです。呼吸を整え、気の流れを読んで祈ったりしてたんですが、あまり決まりませんでしたね。他の祈り方で言った方が、どんな声の出し方やねん。バファローズポンタみたいな声の出し方しとるやんけ。絶対こいつオリックスの試合応援してるとき、ムホってるやろこれ。ということで最強ちゃんは、攻撃が V になりました。24も攻撃力が上がり、祈り回数が少しは減るはずなので、これでいけるのではないでしょうか。そろそろ本気の祈り、出しちゃいましょうかね。生半可な祈りでは、レッドには手も足も出ないみたいですからね。私の土下座祈り、解禁するしかないみたいですね。土下座の体勢でコントローラーを上に掲げ、神に祈り、レッドのポケモンを、永久にひるませる、最強の方法です。これならきっと、いけるに違いないですね。私は以前、ポケモンというゲームは10回連続でひるませれば勝てる。ということを話したかと思いますが、それを実践してみせますよ。10回でダメなら、20回連続でひるませれば、どんな相手にだって、勝てるわけですからね。私の祈りの全力、見せてあげましょう。ひとまず、怒りを積んで、火力を底上げします。ここが前回と、違うポイントですね。
怒りは一回しか積めないですが、積むことによって、確定数が変わってきますからね。私、このゲームは怒りを積んで物理で殴ればいいということを、忘れていたようです。ふざけんなの頭、ふざけてますね。だんだん名前にふさわしくなってきましたね。まあこのくらいは、仕方ないですね。HP が1でも残っていれば、問題ないですからね。相手から先制されることがなければ、HP は、1で十分なのですよ。いいぞこれ。私の祈りのおかげで、最強ちゃんも、やる気を出していますね。徐々に、波に乗ってきているのではないでしょうか。オケオケ。まずは1体目のピカチュウ、突破です。頭突きで時間を稼ぐことによって壁もなくなりましたし、そこそこのダメージが出るようになっているので、今回こそ倒せるに違いないですね。キルメ。よけろ耐えろよけろ耐えろ。ふう、危ない危ない。やっててなんとなく思うのは、怪力キーのケツは、ガバガバだということですね。割と怪力キーは、いけることが多いです。頭突きでよくひるんでくれますし、さっきみたいに、手加減をしてくれますからね。きっと最強ちゃんの針で疲れるのが、気持ちいいんでしょうね。土下座祈り、効果が出まくってますね。これはきっと、いけるんじゃないでしょうか。視聴者の皆さんも、これはいけるという気が、してきたんじゃないでしょうか。ひるむように祈り、ひるまないなら、避けるか耐えるのを祈ればいいわけですからね。簡単なゲームですね。2体目の怪力キーも、突破です。ここは割と、余裕でしたね。問題は、このウィンディーからですね。ここまででだいぶ祈りパワーを使っているので、徐々に力が弱まって、この辺から苦しくなってくることが多いんですよね。ですので、ここでメガ進化をして、火力の底上げをします。根性大をすることはなくなりますが、火力はだいぶ違ってくるので、きっといけるんじゃないでしょうか。ウィンディーは、余裕のワンパンでしたね。ここからは、未知の領域です。4体目は、ラプラスですね。耐久型という感じでしょうか。でもまあ、耐久型だろうがなんだろうが、全部ひるませて、倒してしまいましょう。ひるめ。ひるめ。はぁ？あのさぁ、そういうことすんのやめやマジで。誰に向けての氷のつぶてなんだよ。普通の人は6匹連れてきてるんだから、つぶてで先生なんて取る必要がないだろうが、レイと対戦じゃねえんだから、おとなしく冷凍ビームとかドロボンとか入れとけや。完全に嫌がらせだろこれ。ふん、ひとまずわかったのは、残り HP1 の状態で、メガ進化をしてラプラスまで行ってはいけないということですね。一つ勉強になりましたわ。さて、このまま最大限の祈りをして勝つというのは、私の体力が持たないですし、何より、私が宗教に入ってしまう恐れがあるので、いろいろ試行錯誤して、技を変えています。これがおそらく、一番勝率が高いかと思います。原点に立ち返って、回復連打をして怒りを積みまくってぶん殴る、これが一番だとは？なんで熱風してこねえんだよ。初めて見たぞその技。というか、鬼火なんて打っても、お前との戦闘には懐きまくったポケモンしか連れてこないのが普通だし、根性で直されるのがほぼ確定してるんだから、どう考えてもその技はいらんだろうが。くそー、こういう地味な嫌がらせ、ほんとやめーや。やっぱりメガ進化をすると、厳しい感じになるんでしょうかね。
ひるんだからもう満体なんですが、完全に火傷のせいで、確定一発になってないですね。困った。ちなみにですが、怒りを4段階くらい、積んだ状態です。これ以上積むのは、今のところ厳しい感じですね。アイアンテールのダメージがでかいですし、何より、防御が下げられてしまいますからね。防御が下がったら、ほぼ負けという感じです。5体目は、カビゴンでしたか。怯ませれば勝てるとは思うんですが、雨の力で、なかなか耐久がありそうなのが、怖いところです。ダメか。まあ、やけどにさせられた時点で、割と厳しかったですね。しゃあない。切り替えていきましょう。ということでまた、ダイジェスト。このままじゃ、どうにもならない雰囲気がありますね。ここはまた王冠で、防御の個体値を V にしたいと思います。これで少しは、楽になるんじゃないでしょうか。レッドを突破するためには、ピカチュウを無理やり積みの起点にして、突破しなければならないです。そのため、少しでもアイアンテールで受けるダメージを下げることが、勝利につながるんじゃないかと思い、防御にしています。防御は、21くらい、高くなりました。これでどうにか、アイアンテールが確定3発にならないかな。さっきまでの状態では、羽休めを連打しても、受け切れてたわけじゃないんですよね。耐えてると徐々に HP が減って、自利品だったんですよね。まだ無理そうなので、最強ちゃんを、6V にしてしまいたいと思います。これでもう、逃げ道がなくなりましたね。ですがおそらく、これでピカチュウのアイアンテールは確定3発になるので、攻撃を受け切れるようになるはずです。これは最強ポケモンですわ。見違えるように、強くなりましたね。あ、これを言うと怒る人が一定数いるかもしれないのですが、玉虫で金の王冠をゲットするために、リセットをしています。すいません。ただ、毎日祭りかから王冠をもらえば、簡単に 6V にできるので、多めに見てください。やれる時間が限られているので、楽をして 6V にしました。楽と言いつつも、手に入れるのにだいぶ時間がかかりましたけどね。さて、そろそろ本番、行ってみましょうかね。戦術を簡単に、説明していきたいと思います。初手のピカチュウはリフレクターをしてくるので、ここでノーリスクで、高速移動を積みます。高速移動をしないと、頭突き戦法が使えないですからね。次は、怒りをします。相手からの攻撃は、食らっても食らわなくても、どっちでもいいです。とにかく3割の防御ダウンを引かない。これですね。オケオケ。ここでもう一度、怒りを積みます。これで2段階攻撃力を上げた後、羽休めを連打して、HP を全開にします。アイアンテールの命中は75ですし、掛け声に合わせて避けることもあるので、割と決まります。仮に攻撃が当たったとしても、とにかく3割の防御ダウンを引かない、これにつきます。防御さえ下がらなければ、どうにかなります。今そんなに避けなくてもいいんだよな。その避けは、もう少し後まで取っておいてくれよな。うんこの。さてはこいつ、後の方で被弾しまくるつもりだな。そうはさせんぞ。お前の芸人魂を、私の祈りパワーで、上回ってやるからな。リフレクターが切れたら、羽休めを使います。必ずではないですが、アイアンテールで倒せない HP の時は、高確率でリフレクターをしてきます。
そのタイミングでこちらも、回復をしておくという感じですね。怒りを打ったって攻撃が上がらないですし、頭突きを打ったら、炭の起点を倒してしまいますからね。こんだけターンを消費して、まだ1段階しか上がってないのか。最強ちゃんの調子が良すぎるというのも、困ったものですね。タスさんか何か？それを今じゃなくて、後の方に持ってきてくれよな。本当に頼むで最強ちゃんよ。こいつ完全に、何か企んでる時の動きしてますわ。ようやく2段階、上げることができましたね。この調子で、上げていきましょう。視聴者の中には、ここで6段階積んじゃえよと思う方もいると思うのですが、それは正直、なかなか厳しい感じです。どこかしらで、防御ダウンを引いてしまいますからね。防御ダウンを引いてしまうと、正直突破は厳しい感じです。アイアンテールのダメージが大きくなりますし、何より、ラプラスの粒手が、苦しくなってしまいます。ダイジェストの中にもあったと思いますが、6V になったとはいえ、氷の粒手でかなりのダメージを食らってしまうはずなので、防御ダウンを引くわけには、いかないのです。そういうのを加味した上で、ここで怒りを詰める限界は、4回くらいという感じなのですよ。ほんと避けるね最強ちゃん。防御ダウンさえ引かなければ、もう少し食らってもいいのよ。マジでどうなってんのこれ。こんな運、ここで使う必要がないんだよな。こんな運が起こるなら、とっくにデリバードクリアできてるんだよな。これで、3回目ですね。もう1回くらいは、積んでおきたいところです。あ、積むのはもちろん大事ですが、HP が多い状態で突破するということが、非常に重要です。とにかくラプラスにつぶてを打たせない、これが大事なのです。リフレクターが切れる直前のターンは、羽休めを使うようにしています。こちらの HP が減った状態でリフレクターが切れると、アイアンテールを連打されてしまうので、HP が多い状態にして、ピカチュウにリフレクターを使わせる必要があるのです。こうすることで、だいぶ戦闘が有利になるという感じですね。3段階しか上げられていませんが、そろそろ防御ダウンを引いてもおかしくない気がするので、3段階しか上げられていませんが、ここでピカチュウを突破したいと思います。ラプラスを突破する条件である、HP が多い状態でかつ、防御ダウンをしていないというのを、満たせてますからね。お次は、怪力ですね。こいつからはワンパンされたりすることはないので、リフレクターのターン稼ぎをしつつ、やっつけるというムーブがいいんじゃないかと思います。ここは、回復の一手ですね。とにかくラプラスにたどり着くまでに、大きく HP が減っていないようにする必要があります。完全に確定2発なのですが、所詮 PP は5しかないですし、羽休め連打をしていきましょう。当たりますねー。さっきのアイアンテールの揺り戻しが、来ているという感じでしょうかね。でもまあ、大文字を打てるのはあと1回のはずなので、どうにかなりそうです。
死にかけてますが、さすがにそろそろ外れるやろ。オケオケ、これで大文字の PP は切れましたね。ひとまず全開になるまで回復をしてからいろいろ考えましょう。これ、めちゃくちゃうまいのでは？大文字より食らうことはありえないですからね。怪力以外は雪崩でも持っていたら話は別ですが、この感じだと、なさそうですからね。というよりこいつ実は、罪の起点なのでは？もうこいつ相手に死ぬということは、なさそうですからね。さっき詰めなかった分を、ここで積んでしまいましょう。ここならば、6段階積むのも簡単ですね。これもう、このセリフを言っても問題はないだろう。負ける要素が全くないです。とうとう最強ちゃんが一匹で、列島討伐する時が来たのだよ。昔メロメロのおかげで列島突破した時は、メロメロの強さを証明した動画でしたが、今回は完全に、スピアーの強さを証明する展開じゃないか。怒りの強さを証明とか、そんなことはありえないですからね。怒りが強いわけがないですからね。ここは一応、回復をしておきます。急に地震が急所に当たって、死なれても困りますからね。勝利は完全に目の前まで来ていますし、何も焦ることはないですからね。ここでじっくりと積んで、一気に突破してしまいましょう。いやー、とうとう今回で、レッドが突破できるのです。夢にまで見た最強の座を、とうとう手にできるのですよ。破壊光線。本当に美味しいですね。急所に当たってもやられることはないですし、反動のおかげで、安定して回復が打てますからね。あと悩み事があるとすれば、メガ進化をするかどうかですね。これが地味に、一番難しい問題です。以前も言ったかもしれないですが、メガ進化をすれば、火力が上がって運ゲーの回数が減りますが、運で攻撃を避けたりすることはなくなります。メガ進化をせず通常形態だと、運でいろんなことが起こったりしますが、火力が足りず、運ゲーの回数が多くなってしまいます。どっちもどっちなのですが、どっちを取るかという感じですね。とか言ってる間に、怪力を倒してしまいました。5段階しか詰めてないですが、まあどうにかなるやろ。1回か2回ひるませるだけで、勝てるはずですからね。ひるめ。オケオケ、簡単なゲームですね。ウィンディーも余裕で突破です。これもう完全に勝利が確定してますね。カビゴンだろうがなんだろうが、2回くらいひるませればいけるはずですからね。相手からの攻撃だって、これだけ HP が残ってれば一発は耐えられると思いますからね。タイプ1とはいえ抜群ではないですからね。ラプラスはワンパンでしたね。クソ雑魚なめくじやんけ。いやー、視聴者の皆さん、消化試合感が出てきて申し訳ないですね。まあ私はスピアーマスターですし、最強ポケモンのスピアーを使えているので、負ける要素などどこにも存在しないのですよ。耐久が高かろうがなんだろうが、ひるませてしまえば余裕のよっちゃんですからね。あともう一発ひるませれば、カビゴンも突破できますね。どうせ最後の一匹も、このまま余裕でいけるに違いないですからね。まあ、もしメルメタルでも出てきたら、ちょっぴり焦りますけどもね。そうな。いかん。その急所は、本当にいかんわ。2箇所目の罪の起点も見つけて、完全にいける流れだと思ったんだけどな。やっぱり、序盤の方で無駄な運を使ってしまったのが、良くなかったですね。とはいえ、突破は間近に迫っているはずなので、次回こそ、突破してみせたいと思います。ご視聴ありがとうございました。